バス釣り水中ナビ、今回ご紹介するポイントは芦ノ湖レイダウン。10月天候は曇り、水温19度、水深4メートルから5メートル、10メートル程度ある巨木レイダウンがいくつも突き出す水中ジャングルを回遊するビッグバス。ボトムには大小の岩が点在し、岸際からすぐ 4,5 メートルの急部下になるエリア。沖へと伸びるレイダウンの先端付近ではさらなるディープへと落ちている。こうしたディープ隣接の身を隠せる有料ストラクチャーにはビッグバスはついている。レイダウンのどこにバスはついているのか、バスの水中での行動パターンをより多く知ることが釣果につながります。